さんから知事会見を始めます。まずはじめに知事から発言がございます。はじめに1月13日以降のこの緊急対策期間の取り組み、感染状況等について、こちらのスライド、皆さんのお手元の資料を見ていただきながらお話をしたいと思います。まず一つ目は新規陽性者数の推移であります。緊急対策期間がスタートした時点、こちらからですね、徐々に陽性者数減っておりますが、こちらがですね、令和1月13日現在では 12.73 人、そしてここから徐々に減少していきますが、まず前半のところは38名、36名、37名、38名と30名台の後半ということで、やはり相当高いレベルの感染者数でありました。その状況から全体としては低下傾向ありますが、やはり増減がありました。一つ大きく変わったのが1月の25日、ここは29名新規感染者おりましたが、ここから連続して2名を記録する2月1日までは毎日前日の感染者数よりも下回るという状況になっております。特に1月30日には久しぶりに9名1桁台になり、9名、8名、2名と非常にこう減少傾向が顕著になりました。ただ一方でその後2月の2日にはまた13名ということで2桁になり、また昨日2月3日も9名ということでありますので、やはり一方向の減少傾向ではなく、まだ完全に落ち着いた状況とは言えないと考えております。次、スライドの2枚目であります。入院患者数の推移であります。1月の15日には逼迫率が 66.5% ということで非常に高い水準になりました。まさに病床が逼迫しているという状況でありましたが、その後全体としては増減を繰り返しながら緩やかに低下傾向にあります。その中でも1月の28日には 49.7% になっておりますので、いわゆるステージ4の水準 50% を若干切るところまで来ました。そしてその後も緩やかに減少傾向を続け、直近の数字では38.2% となっております。ただこれもレベル3の中では高い水準にあると言えるかと思います。次のスライドです。人口10万人あたりの全療養者数の推移であります。1月の16日には10万人あたり 19.88 人、高いレベルにありました。そこから徐々に減少傾向にありまして、1月の27日にはステージ3の水準15名を切って 14.79 名となっています。そして直近の数字では 10.35 人ということになっております。続いてスライドの4に移りますが、6つの指標についてお話をしたいと思います。緊急対策期間の開始日である1月の13日から昨日2月3日までの1週間ごとの推移をまとめております。赤がステージ4の目安を超えている指標、そして黄色がステージ3の目安を超えている指標となります。緊急対策期間の当初は病床の逼迫具合を示す指標のうち、病床全体の占有率がステージ4を超え、療養者数や直近1週間と先週1週間の比較についてはステージ3を超えていました。その後週を追うごとに指標は徐々に改善をし、3週目となった昨日2月3日時点においてはステージ3を超える指標は病床利用率と重症者用病床の利用率の2つとなりました。医療提供体制の負荷を軽減するため、県としては宿泊療養施設について先月末運用を開始した郡山市に続いて、新たに会津若松市に24室を開設をし、
合計244室を確保することといたしました。2月下旬の受け入れ開始を目途に準備を進めてまいります。また即応病床の確保につきましては、これまで医療機関において少しでも患者さんを受け入れやすくなるよう支援制度等を構築したところであります。その結果、多くの医療機関のご協力をいただき、これまでの350床から本日391床まで増やすことができました。県民の皆さん、事業者の皆さんのご協力のおかげで、新規感染者数は減少傾向に転じ、病床利用率も少しずつ改善されつつあるなど、緊急対策には一定の効果が現れてきています。しかしながら、緊急対策の終了後、短期間のうちに再び病床が逼迫することがないよう、安定して医療を提供することが可能な状態が継続できるようになるか、しっかりと見極める必要があります。次のスライドです。このため、福島県の新型コロナウイルス緊急対策期間を2月7日から2月14日まで延長することといたしました。まず、県民の皆さんへの継続してのお願いでありますが、不要不急の外出の自粛、特に午後8時以降の徹底をお願いをいたします。また、緊急事態宣言対象地域をはじめとする感染拡大地域との不要不急の往来自粛をお願いをいたします。次に、事業者の皆さんへのお願いであります。接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等について、午後8時から午前5時までの時間帯の営業の自粛、酒類の提供は午後7時まで、この継続をお願いをいたします。その際、2月14日までの期間において、1日あたりの4万円の協力金を継続をしてお支払いをいたします。また、本日、県としての新たな措置として、事業者の皆さんに対する新しい支援措置を設定をいたします。県の緊急対策期間における飲食店等への時短要請、または不要不急の外出自粛により影響を受け、1月または2月の売上が前年同月比 50% 以上減少された事業者の皆さんに一時金一律20万円を交付をさせていただきます。今想定しております事業者さんは、県内の飲食店の取引事業者、あるいは旅館、ホテル、観光施設、タクシー、運転代行等の事業者さんを想定をしているところでございます。以上、緊急対策の延長についてお話をいたしました。2月14日まで、本日から約10日間ほどになりますが、この10日間重要な期間であります。県民の皆さん、事業者の皆さんに新たな1週間の負担をお願いすることになりますが、ぜひ新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑えて、一定の落ち着き、特に病床の逼迫度合いを安定的な状況まで下げていくために、皆さんのご理解とご協力を何卒お願いをいたします。それではご質問の方を受けたいと思います。ご質問の方は挙手の上、社名とお名前をおっしゃってからお願いいたします。では一番前、 NHK さん。NHK の佐野と申します。ありがとうございました。お伺いしたいのは、その1週間っていうこの期間延長の長さというのは、これはどういったところをこう根拠に1週間というところを選んだのかっていうのを教えてください。はい、まず福島県はいわゆる緊急事態宣言地域ではありません。ステージ3相当という判断のもとに、国の緊急事態宣言の2月7日までということをある意味合わせた形で、今回の緊急対策期間をまず設定をさせていただきました。
そして先ほどさまざまなグラフで見ていただいた通り、この間県民の皆さん、事業者の皆さんの懸命なご努力、ご協力のおかげで、やはり間違いなく新規感染者数は下がってきております。で、6つあった指標も非常に大きく改善をしておりまして、6つの指標という意味では、今ステージ2を超えてステージ3水準にあるものは1つだけということであります。したがってこういう状況の中で、ただその残っている指標というのが病床の逼迫度合いを示す数値であります。ご承知の通り、ステージ3の病床の逼迫度合いの基準は 25% から 50% の間と比較的大きく幅があります。この中で今日段階で 38.2% まで全体として着実に下がっている傾向にはあるんですが、この 25% から 50% までということで言いますと、まだステージ3に近い水準であります。ステージ4に近い水準であります。したがってこういう状況の中で全体としての落ち着きはあるけれど、病床がまだ逼迫度合いがある。でこういう中で延長する際1週間ということでまず目標を定めて、今の全体の減少傾向が続けばこれは可能ではないかと考えております。ただあくまでも最近新規感染者数が一桁台がある程度続いたりしておりますし、一方で13人のようにまた二桁台が連続していきますと、また逆戻りすることも当然あるわけでありますが、県民の皆さん、事業者の皆さんがこの1ヶ月弱しっかり対応していただいておりますので、こういう中でなんとか1週間という期間の中でこの特別措置法に基づく制限制約というものを脱することができないかという思いも持って、今回1週間という期間を考えております。あと2点ほどありまして、現時点でのその感染状況についてはステージ3相当というお考えは変わらないのかというのが1点と、そのまあ1週間後にまた解除、この緊急対策期間というのが終えられるのか終えられないのか、今のご指摘 の、 その病床の逼迫率が例えば何パーセントぐらいになったらいいのかなみたいなところっていうのはお考えがあれば教えてください。はい、まず現時点においてはですね、やはり6つ指標があってそれぞれ重要ではあります。なんですが、やはり我々が重視しておりますのは病床の逼迫度合いであります。でこれは明らかにステージ3の若干上の方、悪い方ということであります。さらにその付加的な指標でありますが、重症者の逼迫度合いもステージ3基準ということでありますので、今日段階においてもステージ3相当という我々としては受け止めをしております。でその中で次ではどういう形で今後こうラインを見ていくのかということになります。 25% から 50% までがステージ3のラインでありますが、この中でまず今日時点ではその中間値が 37.5% ということになるかと思いますが、それを上回っている 38.2% ということであります。でまずやはり少なくともこの中間値より下回る状態がある程度こう安定的に続いていくということは必要かと思います。で我々自身はこの1週間の間で 25% を下回ってまさにステージ2だという状況に持っていきたいという強い思いを持っております。で県民の皆さん、事業者の皆さんも全体としてそういった意識は共有できるかと思いますが、やはり感染者数の推移というものは水物でありまして、その時点時点でないと分かりませんので、断言をすることはなかなか難しいです。なので我々としてはこの1週間の延長の中で制限制約を解くことができるように、県民の皆さんと力を合わせて一生懸命取り組んでいきたいと思います。その他はございますでしょうか。では後ろ側に出て毎日新聞さん。毎日新聞の高橋です。はい、よろしくお願いします。すみません、昨日改正、コロナ対策のですね、基本法改正されて、罰則が導入されてですね、13日が施行日ということなので期間中に、施行されることになるのかなと思います。土日だけかかることにはなるんですけれども、営業者場合罰則の対象になりうるのかというお考えをまずお聞かせいただきます。
まず今回国会での審議を経て、こういった形で新しい形での改正法が成立をした。これはこれまで全国知事会等を通じてより実効性を高めていただきたいという要請が一つの形になったと受け止めております。また一方でこの罰則の適用というものは慎重な対応が必要だと思います。福島県は第1波の際、あるいは今回の第3波の際においても、全体として事業者の皆さん、あるいは県民の皆さんがしっかりとそういった内容を理解をしていただいて、協力をしていただいていると受け止めております。したがって今回この1週間延ばして全体で2月14日までの間にですね、罰則を適用するということは私自身は考えておりません。ありがとうございます。それからあと事業者の支援新しく設けていただきましたけれども、新規参入の事業者の方には、どうしてもこれ適用の難しい制度なのかなと思います。新規参入された方、持続化給付金なんかも受け取れなくてですね、かなり厳しい状況にあるというのは取材の中なんかでも あるんですが、そういった方へのですね、新しい制度 の創設であったり、何らかの救済措置、今の段階で順次お考えあるでしょうか。今日新しい関連事業者さんへの支援措置を、骨格を先ほどお示しをさせていただきました。まさに昨日今日この2日間の中で作り上げた骨格が今ご説明できる範囲であります。また今お話しいただいた新しく参入された方は前年の数値というものがない、したがってそこのところはどうするんだという議論、持続化給付金の際にもあったかと思います。そういったですね、国の制度、他県の制度とも参考にしながら、やはり困っておられる方々に対してどうやって支援の手が差し伸べられるのか、まだ今骨格が決まったところで細部はこれからであります。昨年いろんな協力金等もやりましたが、実際運用金の中でさまざまな事業の対象幅も変えていったというプロセスもございましたので、そういった経験も生かしながら県として最大限の支援に取り組んでいきたいと思います。すみません、重ねて申し訳ありません。今回ですね、始まる際にあったのが、やっぱり飲食由来 の感染が非常に多かったというところで、飲食が対象になったと思います。で、現状では時短営業がされているからという、側面があるのかもしれませんけれども、飲食由来のですね、感染って今それほど多くないようにも思うんですが、その中で、事業者への、お願いが続いている、背景ですね、その理由を教えていただきたいというのと、それから、今回、1週間で短い期間なので、やっぱり事業者の方がですね、また次はどうなるんだとやきもきする、タイミングがまた近く来るのかなというふうに思っていてですね、取材する中でやっぱり金曜日の午後に言われると、土日は業者が休んでたりとかすると、どうにもなんないんだっていう声が結構あったりもしてですね、いつ頃判断をしてもらえるのかっていうのも結構気にされているポイントなのかと思うので、現状知事 どういうふうに、行かれるつもりなのか聞かせてください。まず最初の緊急対策でありますが、1月の13日から2月7日ということで設定をさせていただきました。まずこの時はやはり飲食店由来の感染が相当数あった、あとまた国の分科会等においても、その後家庭とか高齢者施設等における感染もさまざま、うちの県のみならず各県においても拡大があったんですが、やはり起点はマスクを外して食事をするというところにあるという科学的な分析結果もありました。で、今回の1週間の延長はこれまで行ってきた緊急対策を1週間延ばすということでありますので、飲食店関係の皆さんにまた追加の負担1週間おかけするということで、そこは大変申し訳ない部分はあるんですが、ただやはりこういった感染対策を2月7日まで行っていく中で、先ほど言ったような明らかな数字上の効果というものが出ておりますので、あと1週間ぜひこういった点についてご理解ご協力をいただければありがたいと思います。で、また直接の時間短縮時短の対象になる飲食店に対しては、1日あたり4万円の支援を継続をするということになりますし、これまで対象になっていなかった方々関連の事業者さんに対しても少し遅れたというご指摘もあろうかと思いますが、
これまで国とさまざまな折衝を行ってきました。で、本来でありますと経済産業省の一時金が拡大される、あるいは一時金が緊急事態宣言地域以外の我々のような13道県に対して拡大されることを望んできた部分ございますが、そこはなかなかちょっと難しいというのが現状であります。そういう中で先般国の方で地方創生臨時交付金を3次補正分の内示をいただいておりますが、13道県に対する一定の配慮というものもしっかりいただきました。これは政府与党において我々のようにいわゆるステージ4緊急事態宣言に行く前の段階で頑張っている自治体に対する配慮というものもいただいておりますので、こういった財源も活用しながら関連事業者さんに対するですね、支援を行って、なんとかこういったものをですね、いい形にしていきたいと思っております。で、また今後1週間というのもおっしゃる通り結構すぐということになろうかと思います。今我々がですね、大事にしている指標はある意味シンプルで病床の逼迫率であります。ですので、とにかく1日1日の新規感染者数をなんとか今の傾向のように抑え込んでいって、そして日々の数字明確に出てまいりますので、そういったものを見ていただきながらできるだけ早期に判断はしたいという思いがあります。ただ一方で、感染者数がデコボコ増減があるようですと、やはりある程度ギリギリまで見極めなければいけないというところがありますので、今日の段階で来週の例えば何曜日何日までにということをちょっと明言することはなかなか難しいんです。ただそういった事業者さんのご事情もありますので、できるだけ早く示してですね、安心して対応できるように県として配慮をしっかりしていきたいと思います。で、あとその前提なので、ぜひ事業者さん県民の皆さんにお願いしたいのが、ちょっと伸びてしまってですね、がっかりされている方も当然おられると思うんですが、今日からのカウントでいきますと約10日間ということになるんですが、なんとかこの10日間しっかりまず対応していく中で感染者数を抑えて、そして病床の逼迫度合いがこれだと安定的に運用できるね、すぐにリバウンドするということはないなという状態で制限制約を取るということの方が、最終的には経済的に見ても、あるいは各企業事業者の皆さんにとってもプラスになると考えておりますので、何としてもぜひこの新しい生活様式の徹底、あるいはガイドラインに基づく対策、こういったことをしっかりやっていただくようにお願いしたいと思います。その他はございますでしょうか。じゃあ前から2列目、事実通信。時事通信の清水です。はい、今回の延長からはちょっと少し離れるんですけれども、はい、接触アプリココアについてお伺いします。Android 版で約4ヶ月通知が届かない不具合があったことが明らかになりました。知事もこれまで会見などでインストールを呼びかけてきましたけれども、今回の政府のずさんな管理体制を見てどのように感じられたでしょうか。ココアのですね、今回の不具合非常に残念であります。県民の皆さん、国民の皆さんにそれぞれこう呼びかけがあって、皆さん自身が自分に対するこう健康を守るためのツールとしてある意味期待をしていた、それがココアであったかと思います。ただそれが結果としてこういった不具合があるということであると、やはりじゃあどういったところを信頼したらいいのだろうというところもあろうかと思います。まず早期にこの不具合に対処をしていただいて、今後やはり安定的に運用されて県民国民にとって頼りになるアプリとしてですね、しっかり機能していただくよう政府においてまた関係の機関において対応していただきたいと思います。わかりました。五輪についても伺います。本日、組織委の森会長が記者会見し、女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかる、競争意識が強い、誰か一人が手を挙げると自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうねと自身が発言したことについて謝罪した上で撤回しました。やはり五輪というのは男女平等とか、多様性と調和というのを謳っていると思うんですけれども、今回の発言についてどのように受け止められたでしょうか。また知事も民間の会議などで女性とやり取りすることはあると思いますけれども、女性の発言が長いというふうに感じることはありますでしょうか。まず昨日本日さまざまな状況を報道されておりまして、それを私自身拝見をしております。
まず今回の事案について直接コメントする立場にはないと考えております。その上で福島県のいわゆる女性活躍についての基本的な考え方申し上げたいと思います。私自身が知事になりましてから女性活躍応援会議という場を作りまして、福島県における女性の皆さんがより一層活躍できる環境をぜひ作っていきたいという思いから、経済団体、農業団体、労働会、あるいは国、市町村など関係の機関のトップが集まっていただいて、そして具体的な女性活躍の施策を展開するという取り組みをこの数年間続けております。特に民間企業においても、女性活躍のために自分はやるよという宣言を出していただける団体が非常に増えておりまして、こういったムーブメントを福島県の中で高めていくことが重要だと考えております。私自身、県の取り組みといたしましては、まず審議会委員会における割合を、女性の割合を高めていくということを着実に行っておりますし、また県職員における特に女性幹部の登用についても意を配っているところであります。私自身、男性女性で話の長さがうんぬんということは感じておりません。よろしいでしょうか。時間の関係もあります。では最後に福島民友さん。すみません、民友の水野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。即応病床を上積み今回されましたが、重症者病床42床、あと469床全体の病床ですね、この重症者病床と469床の病床、この上積みについてはどのようにお考えでしょうか。はい、まずですね、469床につきましては今391床まであって、そして今日現在では179名の入院ということでありますので、当分の間391床の即用病床において十分安定的に対応できる部分があろうかと思います。ですので469そのものを直ちにということは考えておりません。またこの391床も、先々週ですか、私この会見の場でですね申し上げたんですが、通常医療、救急医療を350以上になると圧迫していくレベルになるんだというお話をしました。で、今回391に増やしていく段階もできるだけそこのバランスをギリギリ取るというところに配慮しております。ただやはり350を391、41増やすという以上は、いくばっかのですね、やはり制約というか圧迫をしていないとは言い切れないんですが、なんとか通常医療や救急医療とのバランスを取りながら即応病床を391床まで増やすことができた、これは充実強化の面で大きな意義があると思います。これも民間の医療機関の皆さん等がですね、今福島県内において感染の状況厳しい、なんとか大変だけど協力するからということで熱心に対応していただいたおかげでありますので感謝をしております。そして次に、重症者用の病床、現在42床用意しているかと思いますが、この42床についてですね、やはり今重症者用のこう逼迫率といいましょうか、この占める割合がステージ3のレベルに入ったり、またステージ2に戻ったりというラインであります。したがって現段階においてはある程度運用可能だと思っておりますが、ご承知の通り、高齢者の施設等でのやはりああいったですね、クラスターの発生等がありますと、当然重症者が増えてくる確率が高まってきます。したがって先ほど469床は当面このままの運用でと申し上げましたが、この重症者用の病床についてはですね、今後の感染者、重症者の割合の高まり具合に応じて、必要に応じて拡大する必要あると思います。で、ただ現時点は先ほど言いましたように、だいたいおおむね10名前後というところで、ステージ2のレベルで比較的落ち着いた状態になっておりますので、直ちにということではありませんが、重症者はやはり命に関わる部分がありますので、今後も増加傾向があった際にはまた医療機関の皆さんと相談をして拡充をするということは視野に入れております。よろしいでしょうか。それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。